changes. どうもこんにちは。大のジョニーです。じゃあ、本日なんですけれども、ですね、まあ元気いっぱいお届けしていきたいなと、ところで、本日も元気いっぱいお届けしていきたいなと思うんですけど、照明がやばいね。照明をしっかり耐えて今日も頑張っていこうかなと思うんですけれども、本日の動画、僕ね、言っても商品紹介系 YouTuber なんで、実質日本一の、商品紹介系 YouTuber なんで、今日も商品紹介していこうかなと思うんですけれども、今日やる商品はこちら。はぁーってことで、はぁーってことでね、はいということで、本日は、まるちゃんからね、はい。まるちゃん、ちびまる子から、ひろあるしあわせハッピーターンってことでね。はい。ひろがるしあわせハッピーターン味、焼きそばってことでね。ということで、ハッピーターン味の焼きそばでございまーす。来ましたね。さあ、焼きそばですよ、皆さん。今日はこれを食べていきたいと思いまーす。しゃ。だよね、ジョニー。はい、ということで開けていきましょうか。はい。ということで、見えない。さあ、栄養成分表示ということで、エネルギー490カロリー、タンパク質 8.5g、脂質、20.7g の、炭水化物 67g、食塩は 4.4g、ビタミン入ってますね、これね、実は。ビタミン 0.37、B1、B2、はい。で、カルシウム 182g ってことで、2mg か。はい。食べていきましょう。はい。で、アレルギー、小麦、大豆アレルギーある方、控えてくださいね。卵アレルギーある方、控えてくださいね。ハッピーターン味ってうまいのかね、果たして。サムネ撮ってなかった、サムネ撮ってなかった。サムネ。はい、オッケー。亀田製菓さんですね、今日は。亀田製菓さんね、アンケートでございますってことで。熱湯3分ってことでね。え、火薬、火薬やべえ。え、何この火薬。粉末スープ。ソースやった。ソースなのこれ。粉じゃね？ベタベタする。こんな感じですね。じゃあお湯入れてこようか。じゃあちょっとお湯入れていきまーす。しゃ。はい、ということで今作ってきました、お湯を入れて3分待って湯を切りました。さあ食べていきましょうか。おお、なんか麺がすでにね、うまそうな匂いしてんだよね。うん、うまそうな匂いしてんだよね。すでになんかチキンラーメン的な匂いしてる、本当に。でここに粉末ソース。でもソースって書きながらさ、なんかさ、粉なんだよね、完全に。これ大丈夫？もしかして粉っぽいんかな、これ。なんか俺はてっきりなんか、普通にソースを考えちゃったけど、ほら見て。粉なんですけど。やばい。これうまいの？あ、でもうまそう。ほら。こんな感じになる。これ。大丈夫これ。これやばそう。ハッピーターンのね、粉みたいなイメージ。ハッピーターンっすね、これ完全に匂い。いや、やば。で、後乗せ火薬。はい。ということで、できました。これも一応サムネ用で。ってことで、ハッピーターン焼きそば、完成です。はい、じゃ食べていきましょうか。食べていきましょう。じゃあ、いただきます。これ、やばいね。これ、新感覚なんだけど。ガチで。粉をやっぱ、しっかり、
混ぜないとちょっと固まると美味しくないかもしれないね。よ、すげえこれ。ハッピーターンなんですね、これ、これで。すげえな、これ。わあ、すごい。いただきます、じゃあ。これ、これいっか。いただきます。スナック菓子みたいな感じ、アクセントになってるの、すげえ食感。ほら、いただきます。いやね、うまいわ、うん、で、これね、食べた方がいいよ、マジで。じゃあハッピーターンって感じしない？やっぱハッピーターンってやっぱりさ、粉粉してるじゃない。で、粉がうまいみたいな、めちゃめちゃ粉っぽいわけじゃないんだけど、味しますね。で、このスナックみたいなのがいい。え、全然ね、お菓子だわ、これ。お菓子になりますね、はい。ということで、はい、完食です。ごちそうサンタマリア。ということでね、この動画いいと思ったら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。この商品、概要欄に載せておきますので、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。